俺に任せろ。やってやるぜ。やった。やった。よっ。行くぞ。よし。準備はいいか？おう！悪いな。俺たちの箱、返してもらうぞ。水の巨像というよりは。対抗するには熱か。おう、じゃあ行ってこい。ああ、バカにしてんの？お前らやってる場合か？俺の方はいつでもいいぞ。一刀流シッソンソン。見せてやろうぜ。俺の番だな。
2つ、ひまわり星。準備はできてるぞ。大丈夫、これでみんな直せ。くそ、動けねえ。私の番のようね。必殺ひまわり星。これは一筋縄ではいかなそうね。オチエンタフルクロトワマーノショック。大丈夫、これでみんな直せ。動かねえ。まずオチエンタフルクロトワマーノショック。そんな、相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。必殺ひまわり星。俺だって強くなったんだ、こんなやつに負けねえぞ。トーレの出番か。これで元気になるぞ。くそ、動けねえ。いけるか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。必殺ひまわり星。負けられねえよな、こんなところでよ。フランキー、あい、怖くなんてねえぞ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパー。さて、お手並み拝見だ。グランデ。負けられねえよな、こんなところでよ。お前を倒す三段はつけてきた。必殺ひまわり星。怖くなんてねえぞ。元気出すんだ。あ、お、いけるか。さて、お手並み拝見。グランデ。これで3体目か。ナミ、ありがとね、サンジ君。寒さでも。寒い？今、お前にも何か作ってやる。よーし。
理由は話せる。これは政府の取り決めだ。どうだった？説明もない命令には従えんと。だが出すしかあるまい。神の息吹は惜しいが、しか、うん、どうかしたのか、アディオ。いや、この席が少し気になってな。なんだよ、ロビンだけじゃなく、お前もこんなぐっちゃぐっちゃした文字が好きなのか？ははは、悪くない趣味だろ。そういや、お前もぐちゃぐちゃの文字を書き込んでるもんな。文字？ああ、この入れ墨のことか。全然違う感じのやつだけど、エースも背中に書いてたんだ。俺のは一族に受け継がれてきた文様でもあるからな。魂のようなものさ。打ち勝ちたいもの、守り抜きたいもの、何でもいい。絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。エースは白ひげのおっさんのドクロだったな。そうか。つまりはそういうことかもな。魂のようなものか。いいな、アディオ。かっこいいぞ。そう思うか。ああ、気に入った。巨像はあと何体いるんだ？島に残った巨像はあと1体のはずだ。よし、もう少しだ。力を。ねえ、メモリアキューブってあんなに安定しない、どういうこと？時々制御できないように。あなたの感情が反映されてるとも考えられるけど、そこまでおかしな状態に。そう。不安を抱えているみたいね。本当にいいの？あなた自身、自分のしていることが正しいと思えないのでしょう。でも、アディオにも大切な人たちが。まだ時間はある。よく考えて。寝てしまったわ。どうだ、そっくりだろう。こいつは、ある一族に伝わる文様だ。かつては空島にあって栄華を誇った立派な一族さ。わかるか、俺とお前は同じ一族の出身ってことだ。本当？ああ、しかも俺たちだけじゃねえ。海の向こうで大勢の一族が待っている。この島は俺たちの故郷なんだよ。なぜその人たちはここに来ないの？妨害に遭ってるからさ。このワフルドを守る力が働いているために到達することができないんだよ。力？隠すなよ。神の息吹と名付けられた遺跡さ。安心しろ、別に壊そうってんじゃない。しばらく俺が操れるようにするだけだ。一族をこの島に帰還させるため、神の息吹の嵐による妨害を止めなければならない。神の息吹を起こすには、島の危機と判断させるため4つの巨像を倒す必要がある。だが巨像を自ら破壊しちまうと敵対者と認識され、支配者の資格を失う。ええ、そうね。もうすぐこのワフルドに一筋縄じゃいかねえ海賊がやってくる。そいつらをうまく利用して4つの巨像を倒したい。リム、協力してくれるな？
アディオは正しいことをしているもの。きっとルフィも許してくれる。よし、もう少しだ。力を全部取り戻して冒険を再開するぞ。準備ができたのなら…ちょっと待て、リム。どうしたの？先に飯だ。腹減った。はあ、いつものことだけれど。ルフィはどんな…次はどこに向かうの？このキューブはマリンフォードというところの…ここはどういう場所なの？俺がエースを助けに行った場所だ。だったらそのエースを助けることが…ああ、そうだよな。ルフィを…俺なら大丈夫だ、ウソップ。よし、みんな行こう。